アトラスをディファイアンストリデより強くする。このリストを終わらせるか。ああ、イニシエイト、あなたがナイトシーンと行った任務についてまだ話していなかったわね。私に直接報告すべきことはある？本当に？ファウンデーションが？それは不穏ね。ファウンデーションの人々について知っている？アメリカから買い物しなきゃいけない。古いものを鍛え直すんだ。ディファイアンストリデの悲劇を。彼らはアパレイチアに安全な場所を築こうとしている。いい人たちに見える。なんとか協力しようとコミュニティの数人と話をしたの。我々に必要な水と食料を彼らはだいぶ余分に持っていた。でも彼らがあの武器を持っているかもしれないとなると至急対応する必要があるわね。彼らと今すぐ連絡を取らなければ。あなたの任務を言うわ。ファウンデーションの物資室の管理者グロリア・チャンスに会うこと。彼らがそういった武器を見たか、あるいは手に入れたかを確認して、そしてファウンデーションと取引協定を結ぶこと。我々がアパレイチアで長く活動する助けになるような。よく聞いてちょうだい。武器を返すことと取引をまとめることは、どちらも同じくらい重要な目的よ、イニシエイト。いいわね。あなたは BOS の代表として人々に接するのよ。名誉ある行動を取ること。私は団結の鎖の連結部。そのおかげでこの同盟が保たれている。エルダーたちには教わることがいっぱいある。いつか直接会えたらいいな。拠点まで怖いものなしに。ウェイストランドは地獄だ。油断するなよ、イニシエイト。 BOS で一日通信してる。一応聞く。戻ってきたのか。パラディン・ラフマーニに事態収拾の任務を与えられたはずだ。何をもたもたしている。さっさと行け。なるほどな。予想外ではないが、私なら別の決断をしただろう。分かった。お前が出た後にパラディン・ラフマーニと協議する。だが指揮系統を尊重することだけは忘れるな。もしパラディン・ラフマーニがお前にこの課題を与えたのであれば遂行しろ。個人の思惑は関係ない。早くマックスにパトロール。忍耐にも限度があるぞ。個人の感情より指揮系統が優先される。それが BOS だ。はっきり言おう。取引などに頼らず我々自身の力を信頼し続けることで我々の力は増すと思う。だが武器の回収はただの任務ではない。
BOS の一員であるお前の責務だ。この件について私から述べることは以上だ。課題は伝えた。遂行しろ。配給要望書はしっかり記入するように。また変異製品の危機については承諾していない。次の任務が始まらないか。全ての製品が変異してしまっている。また誰かが間違った場所に銃を返却したな。教えないとわからないのか。見つけたもの、妙だね。この掘り出し物で決まり。私はあちこち飛び回ってる。アマーアーマーが随分傷ついてるじゃないか。修理か。買い替え。ドルトで見つけたもの、何か妙ね。
ブラムコマカロニ&チーズの荷物の件で来てくれたんでしょ。よかった、心配してたのよ。ごめんなさい、そのパワーアーマーですぐ気づくべきだったわね。パラディン・ラフマーニの使いなの？よかった、彼女がこんなに早く返事をくれるとは思わなかった。何の御用かしら。お客様、それとも陛下、スティール様。なるほど、その件ね。最初は食料や物資と引き換えに武器を変えればって思ってたんだけど、もっと別の選択肢があるかもしれない。だって私たちがこの前仕入れた武器だけで火力には当分困らないもの。ええ、そうよ。あなた、私たちが最近手に入れた例のものについて教えてあげてくれる？もちろん。武器だけはたんまりあるぜ、イニシエイト。BOS はいい品を作れるんだな。なあ、横にあんたらのロゴが入った筒状の武器に聞き覚えはあるか？いいぞ。いや待て、やっぱりダメだ。警備の連中がテストするとかでついさっき持ち出した。追いかければすぐに追いつくはずだよ。ここから少し北にあるイーストマウンテン監視地点の近くでいつも練習してる。ああそうそう、マイクたちはそこへ武器の使い方を試しに行ったの。行けばきっと見せてくれると思う。その武器が私たちのものだって分かってもらえるといいんだけど、あれには結構な額を払ったんだから。でもすぐ戻ってきてね。これ以上武器はいらないけど、私たちが協力する道はあるはずよ。みんな早く帰るよう言ってくれる？ずいぶん長いことやってるみたいだから。気をつけろよ。また後でな。みんなまだイーストマウンテン監視地点にいるはずよ。きっと喜んで武器を見せてくれる。他に何か？
Voice module online. Audio functionality test initialized.
市民の皆様、まもなく核攻撃が開始されます。至急避難してください。ご協力に感謝します。
Thank you.
alienist detected on American soil. Lethal force engaged.用件を受けたまわります。